ゴルフウェア、ドレスコードについて、パーシモンハゲが解説いたします。ゴルフ道場ハゲ、パーシモンハゲです。パーシモンハゲのクラブベアトーク。えー、コメ、YouTube のコメントの方にいただいた、えー、質問に、えー、お答えしようと思って今撮ってるんですけれども、えー、 私のことを知っている、えー、方であれば、それはハゲプロに聞いちゃダメだよっていう、まあ、質問内容ですねで。どういう質問内容かというと、えー、これからね、コースデビューを、えー、しようとしている方なんですけれども、えー、やっぱりね、初心者の方が一番気になるところは、ドレスコードと。ドレスコード。 こちらをね、えー、知りたいということで、ドレスコードについて、えー、私、パーシモハゲがですね、えー、ちょっとお答えしようと思って今、撮っております。ドレスコード。やっぱりね、あのー、デビュー戦、コース初めて行くよとかって言うとね、ゴルフ場のホームページ見たり、あと、えー、そういうようなね、情報を得てね、ドレスコードっていうものを、 えー、チェックすると思うんですけど、もちろんそれね、すごく大事です。すごく大事。あの、昔であればね、やっぱり、えー、ジャケット着用じゃないと、クラブハウス入れませんよ、なんていうね、言ってたコースも、えー、あ、あったんですよ。で、今でもね、ありますね。ま、さすがに、あの、暑くなってきたらね、それは、あの、言われないんですけれども、 えー、まだねやっぱりそのように書いてあるゴルフ場は多いですね。はい、でまあドレスコードなんですけれどもあのー、まあ私の動画を見てくださってる方はまあ大体私いつも同じような格好してるんでわかるかなと思うんですが、えー、ちなみにあの先日アップしてます、えー、土浦カントリーでのね、えー、ちょうどえー ちょっとセブケンさん映ってないんですけど、同伴者3人で、私と浅野社長と、えー、JIPGA の理事長の土屋プロと3人で撮った写真があるんですけれども、その写真をまずこれ見てもらいたいんですけれども、これね、どう見ても私はね、なんかこの2人の,あのキャリーですみたいな感じなに、な雰囲気になってるでしょ。もうね、あの、で、もちろんね、この、 浅野社長とこの土屋理事長はもうパリッとしてるじゃないですか。でこの浅野社長のこのド派手なパンツはラウドマウスというメーカーでして、えーまあ、ジョン・デイリープロが着用してたりして、まあ、有名なメーカーなんですけど私はねこのラウドマウスはねもう全然もう日本ではまだ、まあ、誰も履いてないっつったら嘘だけど日本であの全然そんな出回ってない頃に ちょっと履いてたことがありました。はい。でね、ドラコン出てた時も、そのラウドマウスをの裾をちょんに行って、リッカボッかにして履いたりしてた時もあったんですよ。で、あの、この、土屋理事長のウェアなんて、この、あれ、アドミラルかな、ポロシャツ、アドミラルになんかな,なんでレクサスって入ってんだろうと思って、ずっと気になって、ちょっと聞けないで終わっちゃったんだけど、レクサスって入いてたよね。はい。 で、私、パーシモンハゲのこのウェアは、あの、ハゲキャップ以外、ポロシャツ、この直器でズボン、全部ワークマンです。ワークマン。で、えまあ、今日も着てますいつも着てるんだけど、この直キと、あのポロシャツと、このズボンで、5000円するかしないかですね。はい。 もう、あの、この、この格好で、あの、どこでも行きますけど、お客様、それはちょっとなんてもちろん言われたことないですよ。あの、名門コースでもこれで行っちゃいますけど、あの、全然そんな言われたことないです。だって、こういうなんか、ちょっと裾が、裾がつぼばったようなズボン、今、あの、ゴルフウェアでもありますし、あと、何あれ、なんかあの、ツンツルテみたいなズボンも最近結構ね、あるじゃないですか。 u s、まあ US、p g ツアーじゃ、あ、あでも、あれか、リッキー・ファウルはそんなの入ってたかな。なんかね、ユニクロとかい行って最近チノパン見ると何あれ、なんかツンツルテンのズボンが売ってるんですよね。うん。でそんなのでも別にまあ問題はないと。まあこれからの時期はもちろん、あの、私、パーシモハギはもう、あの、半袖半ズボンになりますね。はい、あ。ですからね、まあまあまあ、まあ、この、 こういう襟もあり、ありですよ、これ。これは、なんだ、新品未使用品をどっかで500円くらいで買った。もともとはこれ、えらい高いこれ、エピキュールなんだけど。うん。こういう襟でもありなんですよ。で、基本上はもう襟あればいいんで、私のおすすめは、やっぱワークマンとか、まあデザイン、ワークマンもね、結構いろんなポロシャツあるんですよ。あの、おすすめですよ。まあ2000円以内でたくさん選べます。でもちろん、働く男のワークマンですから、 通気性も抜群ですし、さらっとしてるしね。ただなんかね、ワークマンもね、ちょっとオシャレなやつはね、こう、キュッとちっちゃいん、ね、だちょっとね、あれね。あれが動きにくいのはちょっと、嫌なんですけど。でね、あのー、もうドレスコードの話とちょっと違うかもしれないですけど、なんかね、やたらとね、なんかちっちゃいんですよ、最近のウェアはね。なんか、なんかムチムチしちゃってんの、もうあれ嫌いなの。 PG ツアーの選手だと結構ゆったりしたの着てるじゃないですかそこまでこうむちむちしたの着ないでしょにあのまあ私もねあのシュッてしてたらむちっとしたの着るかもしれないんですけどやっぱねあの腹の出たね中高年はそんなむちっとしちゃダメですよ振りにくいしやっぱね見た目もねちょっとあのまずいですから腹ポコーンなんてしてさ ズボンもブチブチしたズボン履いてさもっこりなんかしたてたんじゃさでズボンなんですけどズボンはね私はねあの長袖の時期はねもうシャカシャカのズボンばっか履いてますよ本当にこれ一番楽なんだよウエストゴムでただねでチョキ着てるのはそのウエストゴムでベルトしてないんでかっこ悪いからそれ隠してるっていうのと、まあ、ちょっとでも腹目立たないようにしようかなと思ってこれは着てますねまあそろそろ終わりですねこれは。 これが終わる頃、終わる頃には私はもう下半ズボンなって半袖半ズボンになるんで、はい、あ。で,ですね、そんな感じですね。ですからまあ、おすすめはワークマン、しまむら。で、しまむらも面白いのが、ゴルフショップだとツアーステージって入ってるやつ高いんですよ。でもしまむらにもね、なぜかツアーステージって入ってるのが売ってて、全然安い。 あれはおすすめですね。あとは、えー、やっぱね、ユニクロ GU は当たり前なんですけど、なんだってズボンがツンツルてんのばっかりでね、あれが気に入らないんだよね、本当に。まともな、あの、ピシッとしたズボンは、あの、ユニクロのアダム・スコットモデルみたいな。ただね、ユニクロだとね、ちょっと私、あの、高いなって感じがあるんで、ユニクロと GU だったら GU 行くんですけど、半ズボンはね、 私の半ズボンは GU が多いですね。GU が多いです。これまた半ズボン履くようになったら、あのー、ご紹介します。ですのでね、えー、別にね、ゴルフ、ゴルフだからって言ってゴルフウェア、あの、ゴルフメーカーのウェアで揃える必要なないんですよ、別にで。そこがドレスコードをね、ちゃんとこの襟のナリやつ着て、で、何まあ、あ ゴルフ場でよく書いてあるのはシャツはあんまり出さないで入れた方がいいとか、あと何書いてあったっけな。だうーっと、何書いてあったのまあ、ジーパンはダメでしょ。あと何書いてあったっけな。あれよく外出てるやつ意外とね、そんなガチガチじゃないんですよ、ドレスコードっつったって。なんせ上から、まあ、帽子はね、いいつもハゲキャップだけど。 みんなワークマンですからであの今ねあのこれからもう,はもう私今日から話すのでだいぶ今日日焼けしたんですけどあのあの帽子の色と同じ色で今ポロシャツをね作ってます。でとりあえず私のできて私が来てあのお,お披露目してで皆さんにもね販売できるようにあの準備を進めておりますので是非今年の夏はねあのハゲ今。 クラブ部屋にハゲキャップないからかぶたいんだけどハゲキャップかぶってハゲポロシャツ着てね、えー、ぜひラウンドしていただきたいなと、えー、思っておりますはいまあドレスコードそんな感じですはいあのー、まあそのぐらいこうちょっとざっくり考えてて大丈夫ですよってところですまたあのー、こんなのはとかこんなのはとかそのドレスコードの中でね、えー、質問ありましたらあのー、一番 多分、業界で一番ド,ロドレスコード緩い男ですから、あの、私に聞いていただければなと思います。はい。そんなわけで今回のクラウンベアトークは、えー、ゴルフウェアですね。ドレスコード。ゴルフウェアについて、えー、パーシモンハゲ流、ゴルフウェアのお話をさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。パーシモンハゲでした。